ちゃん、皆さんこんにちは。今日も電気を始めます。今日は電気が知っとるリノア編の交流回路、もうちょっとだよの、じゃーん、交流の電力についてお伝えしたいと思います。イエーイ。はい、ということでですね、交流回路やってきてて、だんだんですね、なんかどうやら位相の差があるとか、無駄になる電力があるっていうの分かってきたとかと思います。え、無駄になる電力、そんなの知らねえよって思った方いるでしょ、いるでしょ、いるでしょ。はい、なんとですね、これ電力明細をですね、はい、見てほしいんですけれども、皆さんのですね、家庭の電気明細だとちょっと分かんないかもしれないんですけれども、例えば、商店の方とかですね、あ、家庭もわかるかもしれない。あとね、高圧と呼ばれるね、ビルとかの方とかですね、ぜひ電気明細でね、力率チェックしていただきたいんですけれども、なんと、じゃん、基本料金をですね、割引してもらえるサービスっていうのがあるんですね。で、その話なんですけれども、これ力率割引っていうんですけれども、この力率っていうのは、まあ、うまく、簡単に言うと電気をうまく使えてるか使ってないかっていうものになるんですけれどもね、その明細の中で、力率 100% だと、これ電気うまくつかめてますねってことで、基本料金をね、割引してもらえるんですよ。高圧だと 15% 割引で、低圧だと 10% 割引だったかな、はい、っていうのがエリアによってね、電力会社によっても違うかもしれないんですけれどもねってありまして、ね、じゃあ僕力率、90% ですって言うと力率割引がなかったりですね、とかっていうのがあるんです。で、電気をね、うまく使えてるっていうのはね、非常に大事なんです。こうやって頑張って発電したっていうののうち、なんと、え、 10% 無駄になっちゃったの、みたいな感じじゃないですか。 100% 使ってほしいじゃないですか、電力会社さんも。ですからね、そういったのがあるんです。で、その仕組みについて今日はみんな行こうと思います。ちなみに私は力率わからないで3年間ぐらい語ってましたからね。はい、力率のね、はい、仕組みっていうのがね、分かって非常に楽しい、非常に面白かった。今回の分野は超楽しかった。なんでぜひね、お父さんお母さんにも見せてほしいなって思います。はい、では今日はですね、じゃん、交流の電力ということで、先ほど話しした、無駄になっちゃう電力とかね、有効活用されて電力があるっていうのを見ていきたいと思います。もうね、皆さんね、ここまで来てますから、もう一気に話します。ということで、じゃん、まず三角形出ました。これ見てほしいんです。はい、ということでですね、この直角、二等辺じゃないけどね、直角三角形ありますけれども、もうここで電気っていうものを表せるんですね。はい、で、何かと言いますと、この S っていうね、この斜辺のところが実際に私たち使ってる電気になるんですね。はい、で、この、P っていう横と Q っていう縦軸がありまして、まあ、これ本当ベクトルですよ。はい、ですからここでね、これ有効電力なんです、 P っていうのは。で、 Q っていうのが無効電力。もう名前の通りです。どういうことかっていうと、有効にちゃんと使われている電力、負荷で使われている電力で、 Q っていうのはコイルとかコンデンサーで消費されてまして、まあ、無駄になっちゃう、実際使われてない電力なんですね。はい、なんで電気がこう送られてくるんですけれども、それ負荷だけに、抵抗だけに使うとですね、しっかりね、はい、音が流れたり光ったりとかね、いろいろあるんですけれども、それ以外にコイルコンデンサーはね、はい、電気無駄にするんですね。はい、なんでここ使われない電力っていうのがあるんです。なんで、この有効な電力、無効な電力を足して、はい、こっち向いたやつっていうのが実際に消費してる電力になるんですね。はい、で、皆さんのご請求というのはですね、このもちろん消費された電力で来ます。有効電力も無効電力も使った容量に入ってるわけですね。ただ皆さんがちゃんと使えてるかどうかっていうのは、持ってる家電とかね、そういうの次第みたいな感じになるんです。で、それがね、高圧とかいっぱい使うとこになればなるほどね、それ無駄なのもったいないですから、ちゃんと、じゃあコイルが多い負荷のとこであればコンデンサー入れて力率改善しましょうみたいなことやって、力率 100% に持っていくんですね。はい、ちなみにね、高圧の特権だとほとんど力率 100% だと思いますね。はい、その辺は何でかわからないけれども、キュービクルに何か入ってるのかなとかね、いろいろわかんないけど、教えてください、その辺教えてって感じです。はい、なんです。じゃあ、そのイメージから入りまして、じゃあこの、見ていきましょう。じゃあ、有効電力ね。はい、この横向きの有効電力っていうのは何かと言いますと、はい、有効電力。で、単位はね、これワットです。はい、ワット。はい。で、これ、実際に仕事する電気ですね。負荷で、例えばね、じゃあ、お湯沸かしたりとか。
ていうような電気になります。でもね、イメージで覚えてほしい。私は本当に難しい言葉ばっかだけじゃなくてイメージで覚えてほしいと思うので、はい、猫、ガル、うちのガル、はい、仕事してるガル、はい、にゃん立ちしてるガルですね、はい、ガルちゃんっていうような感じですね、イメージ、はい、当たりにゃーって感じで、はい、次、9、この上向きのね、向こうのやつっていうのは無効電力と言いまして、実際にはね、これは仕事はしません、なんでためになってないっていうようなやつです。で、これはね、単位はね、バール、まあね、無効電力をね、あんま見ることないと思うんですね、ですからね、あんま見きることないと思いますけれども、はい、何やってんですか、はい、で、そのバールですね。で、無効電力っていうのは仕事しませんから、はい、寝てください。やめてください、本当にね、あなたのことディスってるわけじゃないですからね、はい、ここでね、リモコンとして遊んでるんですけどね、はい、で、バール何ですか、はい、で、無効電力ということで、はい、寝てるガルちゃんですね、はい、んちゃんとチコチコしてもね、ガルちゃんはね、うん、それでね、はい、はい、ということで最後、被送電力ですね、はい、実際に私たちが使ってるこれね、例えば、単位はね、ボルトアンペアなんですけれども、その低圧のね、商店さんとかっていうところだとね、単位ね、ボルトアンペアになってると思うんです。基本料金の単位ね、ボル VA、例えば 10kVA とかね、ふうになってると思うんです。まあ、それとどう関係あるかちょっとわかんないですけどね、はい、というような感じで、これ S っていうのが実際にこのまあ無効電力と有効電力を足して実際請求かかってくる料金なんですけれども、被送電力っていうんですね。なんでこれ、はい、程よくサボって程よくね、仕事しているガルちゃんみたいな感じでね、はい、こんな風に覚えてもらえればと思います。はい、ではそのね、それぞれね、表し方っていうのがあるんですね。計算方法っていうのがありますっていうのを見ていこうと思います。じゃあまた三角形の方戻りまして、もうこのイメージだけでね、大丈夫です。もうこれ覚えるだけでいいと思います、本当に。そしたらね、もうただ当てはめだけですので、じゃあ力率っていうのがあるんですけれども、先ほど言ってた力率っていうのはですね、これは、簡単でして、実際に、どれぐらい仕事をしてるかっていう割合になるんですね。なんでこの被送電力、全部の電力ありますね、そのうち有効率どれくらいかっていうような感じなんです。なんで請求かかってるうちのどれぐらい有効電力ありますよ、どんぐらい有効に使えてますよっていう感じなんです。なんで力率 100% っていうのは被送電力が有効電力なんで 100%、 はい、ちゃんと使えてるってことなんですね。逆に力率がね、低くて、例えばね、あるかないかわかんないんですよ、 60% とかだとめちゃくちゃ効率悪いんですね、使ってるのっていうような感じになります。なんでこれ見ていただくと、はい、被送電力分の有効電力ってことで、まあコサインシータなんです、力率って。要はで、はい、これはですね、どういうことかって言いますと、じゃあちょっと回路を書きますね。回路で例えばね、はい、まあ、負荷がありますよね、こんな感じでね、抵抗なんですね、負荷はね、はい、でありまして、じゃあコイルとかコンデンサーあると思うんですけれども、まあこれで、ね、ここ負荷ね、お何オームで、ここ何オームってありますね。でこれ全体、回路全体のね、電気の通りにくさ、インピーダンスあると思うんですけれども、そのインピーダンス、全体のインピーダンスのうちの抵抗にかかってるものっていうのが、インピーダンス分のこの抵抗にかかってるものっていうのが、これもう力率になるんですよ。全体のトリンクさんの中のここどんぐらい占めてるかっていうので、ここが負荷ではね、有効に使われます。こっち有効、無効ですから、はい、っていうような感じになります。じゃあ、これね、そのまま引き続き見ていただきたいんですけれども、はい、じゃあ、電力の出し方、皆さんちゃんと覚えてますか？電圧かける電流、つまり VI ですね、VI。はい。電圧かける電流ですね、はい。じゃあ、この、被送電力っていうのはですね、これまあ全体のこの電力なわけですよ。ですから、VI で、素直に VI。っていうのは、じゃあ V 使わないとき、これ変形もね、ちゃんとできるようにしてくださいね。これ、オームの法則で当てはめるだけなんですけれども、VI をですね、この電力出すのを変形するとですね、はい。これは、電流 I 二乗インピーダンスってなるわけですね。はい。はい。S、この被送電力
っていうのは、電圧かける電流で電流の尋常かけるこのインピーダンス、回路全体のインピーダンスっていう感じになるんです。じゃあ他見てみましょう。じゃあ有効電力に関しましてはですね、電圧かける電流の、はい、先ほどの力率をかけます。コサインシータ、有効電力なんでどれくらい有効に使ってるかっていうので、この何パーセント使ってるっていうのをかけるんですね。はい、でそれは、すなわちですね、これ変形しますと I2R ということで、電流の2乗かけるこの負荷の部分だけかけるんですね。全体のインピーダンスじゃなくて負荷の部分で使われているものを知りたいので I2R っていう感じなんですね。はい、じゃあ次 Q ですね。無効電力に関しましては、これ VSINθ、 これこっち見る方が分かりやすいかなと思います。はい、SINθ ですからね。はい、こんな感じですね。はい、高さなので SINθで、これを、先ほどの V とか I とかで表しますと、今度はこれ X はあのリアクタンスです。今コイルとコンデンサーどんぐらい入ってるか分かりませんけれども、まあ、合計のリアクタンスっていうところがありまして、はい、まあ、コイルの方が大きければ誘導性リアクタンスで、コンデンサーの方が大きければ、まあ、容量性リアクタンスになってると思うんです。まあ、90度進んでるか遅れてるかの間のどこかにねいるわけなんですけれども、っていうような感じですね、 X は。なんで無効分ってそこなんですよ。無効分ってここの成分なんですね、コイルコンデンサー。なんで、ね、I2乗X っていうような感じになってます。まあ、これこのまま覚えなくても、もう本当にこのイメージがありまして、まあ、インピーダンスが全体で、有効電力はもうこの負荷のもの、無効電力はこっちのコイルコンデンサーのもので覚えればいいと思います。で、このもう三角形のイメージですね、本当にね。はい、ここをいかに 100% するかっていうことになってくると思います。っていうのが、はい、交流の有効電力、無効電力、非相電力なんですね。はい、ということで、じゃあちょっとね例題を見てみようと思います。じゃん。はい、ということでですね、はい、例題見ていきたいと思います。じゃあ、じゃーん、はい、書きました。もうめちゃくちゃ上手くなったからね。はい、ということでやっていきます。なんか今日はずっとうちの猫が見てるんですけどね。はい、じゃあいきます。で、この回路図においてですね、回路全体の表皮電力を P W、 コンデンサで発生する無効電力を Q V と非相電力 S ボルトアンペアを求めようっていうことなんですね。はい、三角形に移動しました。じゃーん、これ、はい、SPQ、 あ、有効、無効、非相ってことで、まあこの3つ求めてくださいってことなんですね。はい、ということでですね、はい、交流電源がありまして、こうやって並列と直列でつながってるわけなんですけれども、じゃあまずそれぞれで電流を求めてみたいと思います。上と下を流れる方ですね。はい、そのためには電圧一緒ですからね、並列だから。じゃあ電流求めるんですけど、じゃあ、オームの法則でそれぞれのインピーダンス必要ですね。はい、ですから上の部分のインピーダンスと、下の部分の、抵抗値でそれぞれ電圧割る、インピーダンスと抵抗するわけなんですけれども、じゃあ電流求めます。はい、でこっちは IRC で、ここは IR にします。はい、じゃあ IRC で2つの方いってる電流ですね。はい、上は 64V で、ここのインピーダンス出し方は覚えてますか？インピーダンスの出し方、はい、こっちには J がつきますね。あ、コンデンサーなのでマイナス J ですね。で、これも三角形ですからね。はい、こんな感じでね。はい、8オームの、こんな感じでいいんでしょ。なんで、はい、2乗してルートを取るっていうような感じです。ですから8×64だからね。はい、8×64足す、64×3×3っていうと、ルート取れちゃいますね、これね。64 88 88×4 か、88×4
88×8 の2乗かける4だから、8に16分の64は、6424ですね。はい。じゃあ次。こっちですね。はい、こっち。もう。あ、一緒だ。64分の16で4アンペアって感じになりますね。はい。ってなると、じゃあそれぞれの抵抗とコンデンサで消費する電力を求めたいと思います。なので、ここ4アンペア。ここも4アンペア。と分かりました。消費する電力 P を出すんですけれども、じゃあこっちから行きましょうか。じゃあこの16オームの抵抗。番号つけちゃおう。1、2、3。で、1。はい。でやるのは I2R ですから、4×4×16 で 256W。 じゃあ次、2番8オームの抵抗は4アンペアなんで 4×4×8 は128。じゃあ次3番コンデンサ、これは I2 乗、4×4×8 ルート3の2乗っていうのだから、128ルート3なんですよね。はい。っていうのは、ルート3、これ電卓使いましょう。電卓使って、221.7 バールになるんですね。はい、ここ単位注意です。このコンデンサ、この無効電力の要素に関しては、無効電力は単位バールですからね。はい。ってなると、あ、出ましたね。1個ね。はい。無効電力は、出ましたね。これ。1個しかない。コンデンサしかないですからね。この221.7バールが、無効電力なんで9ですと。じゃあ有効電力は足すと、こう抵抗のものを足せばいいですからね。1と2を。じゃあ有効電力は、256足す128。抵抗の部分、さっき出したのを足して、384。正解。384W ですね。はい。じゃあ、思想電力を出します。思想電力は、これ結局、最後、無効電力と有効電力を、まあ、換算して、足したって、足すんじゃないんですけどね。加味して、出るやつなんですけど、この、斜辺ですね。はい。ですから、2乗のルートになります。ということで、S、非相電力っていうのは、ルート、なんじゃ、384/2足す、221.7/2。これは計算できませんので、電卓を叩いてください。はい。で、これを計算するとですね、443.4V になるみたいです。はい、これが非相電力ですね。はい、っていうような感じで、まあ、こういうふうにね、有効電力、無効電力、非相電力出すときは、まあ、抵抗っていうのは有効電力です。で、コンデンサーとコイルは無効電力の成分ですので、まあ、それぞれの電力を出して、足し算する。で、非相電力に関しては、無効電力と有効電力を2乗してルート取るってことなんですけれども、まあ、それぞれの、電力出すには、これは、VI ですね。VI。基本は電圧かける電流なんですけれども、はい。変形したので、I2乗R っていうものが使えるわけですね。ですから、それぞれの、この、抵抗値っていうんですか、抵抗値とリアクタンスを出して、まあ、出てるんですけどね、今回の場合は。で、それもう一つ、電流出して、みたいなことができればいいんですね。はい。というような感じに
なります。ということで、ああできたできた、今日も、無効電力、有効電力、非送電力できましたね。はい、まだまだあのね難しい問題はあると思いますけど、基本からやっていくのがね大事ですからね。はい、ということで今日ので電気予報終わりにします。皆さん今日もいってらっしゃい。そういえば今日なんでハッピーなんだろうね。